本日は J1 の中継をご覧いただきます。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。よろしくお願いします。今日はヴァンフォーレ甲府が鹿島アントラーズと対戦します。このチームについてですが、前線のディフェンスが甘いという意見も聞きます。今日の試合、福西さんはどう見ますか？確かにこのチームは前線でプレスをあまりしませんね。相手にボールを持たせて最後のバイタルエリアで守りきるイメージです。どんな試合になるか見ていきましょう。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。福西さん、この選手は今季限りでの引退が噂されていますね。はい、出場機会も減ってきていますし、年齢的にも厳しくなってきたのかもしれません。2016年のアントラーズは世界に名前を轟かせましたね。あと一歩で世界的なタイトルを手にできるところでした。持ち前の勝負強さを見せてくれましたね。さあ試合開始、まずは鹿島アントラーズのキックオフです。小笠原光雄、ボールを運びゴールに襲いかかります。出足が鋭い、カットします。笛は吹かれません。ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。遠藤康志、キーパーよく見て反応しました。あの距離なら入ってもおかしくありませんでしたよ。金崎が突破を見せる。ボールがフリーになりました。ペドロ・ジュニオ、突破しました。ちょっと強すぎたか。攻撃を組み立てられません。松橋勝、さあスタジアムのテンションが上がります。ここはヴァンフォーレのコーナーキックです。ボールを入れました。コーナーはディフェンダーを越えません。走り込んだ味方にスルーパス。このスルーパスは長すぎたか。これはチャンスだ。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。キーパー、これはどうしようもありません。落ち着いて味方へのパスを選択しましたね。ああいう場面を作らせてはいけません。
新井良平、ボザニッチ、いい形でゴール前まで持ってきました。決定的に見えた場面はオフサイド。西大吾、小笠原光雄、遠藤康志、鹿島の攻撃です。小倉翔平、ボザニッチ、遠藤康志、ペドロジュニオー、危険な位置です。緊張感が増してきます。中へ切り込む、どうだ、ポストだ。西大吾、ボザニッチ、スペースにスルーパス、ちょっと長いか。さてどうする、シュート、綺麗に曲がりました。ここは至近距離からゴールを決めました。これが基本ですね。よく詰めていました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。厳しい顔をしていますね。同点ゴールの後、何か作戦を変えるのでしょうか。金崎ムー、小笠原光雄、アントラーズが攻める。西大吾、土井翔真、小倉翔平、このパスは読んでいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。見事、素晴らしいパス、素早く詰めたい。ゴール、素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。いい時間に取りました。あとわずかでホイッスルというタイミングで素晴らしいゴールです。後半に向けて勢いがつくでしょうね。試合の流れを変えるゴールだったと思います。ボザニッチ、小倉翔平、うまくボールを奪い、はい、前半が終了しました。スコアは2対1、1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。後半戦キックオフです。いいカットです。ボールを奪いました。小笠原光雄、サイドへ展開していきます。クロスが入りました。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。
これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。こちらのカメラからの映像です。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。サイドチェンジしました。小倉翔平。さあスタジアムのテンションが上がります。小倉翔平、小笠原光雄。ここは大きなカットです。いい読みでしたね。見事な視野です。このボールは決定的。キーパーと1対1の場面でしたが、これは大きなシュートミス。特に強く蹴る必要はない場面でしたね。派手に決めようと思ったんじゃないでしょうか。鹿島アントラーズが選手を交代します。土井翔真。このパスはうまく金崎に渡った。松橋勝、ボザニッチ。危険な位置です。緊張感が増してきます。1点差にできるか。ボールはキャッチされます。レアンドロ。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。山本シュート。レオシルバ。鹿島の攻撃です。土井翔真。積極的に飛び出しました。ボールを確保。いい形でゴール前まで持ってきました。ゴールチャンス。前方に運びました。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。もっとプレーを見ていたかったんですが、交代となります。圧倒的なパフォーマンスでした。戻します。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。ボールを運びゴールに襲いかかります。出足が鋭い。カットします。レアンドロ。アントラーズが攻める。キム、ナイスシュート。ゴール決まった。至近距離から決めてきました。これは不運でした。ディフェンダーに当たってオウンゴールです。しょうがないですね。飛び込まないわけにはいきませんから。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。新井良平、うまく読んだインターセプト。さあスタジアムのテンションが上がります。
ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。交代選手がピッチの脇に待機しています。小笠原光雄、つまらないミスでボールを失いました。スローインです。田中裕介、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここで網にかかる。これは見事なインターセプト。ゴールに向かっています。ここで打つ。コースが変わります。このパスはカットされました。審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。